です。レモンピアノ中級 A メロ2動画の2になります。小節で言うと3、4小節ですね。ここの右手、左手、両手で合わせる練習していきます。1小節目から今日やる4小節目まで一度弾いてみます。早速説明していきます。まず右手はこれまでにやってきたフレーズと全く一緒です。はい、ここまでですね。では今度左手で説明します。左手は5、2、1、2でミ、シ、ミ、シですね。また5、2、1、2ですね。で、最後2番で弾いているここの C でスタートしていきます。こうですね。そして、ファのシャープ、C、ファのシャープ。こうです。はい、ここまで1回弾いてみましょう。こうですね。はい、では次いきます。次、今こう2番でファのシャープ弾いてますよね。ここから5番の小指でここのレですね、ここに飛ぶと思ってください。この上ってきたところからレに飛ぶと。はい、そして2番の人差し指でソのシャープで、またソのシャープですね。こうです。で、ここからちょっと練習してください。このファのシャープを最後弾いているところから5番の小指でうーってこううーって飛んでください。うーって飛んで、はい、こうですね。もう指の形はもう5、2、1、2でもう本当この形ですね。ずっとこの形なので、では頭のところから今のところまでいきますね。いきますね。はい、では最後1番の親指でレのシャープ、こうですね。そして5番1番で1オクターブ下のレと今のレですね。こうなります。一回流して弾いてみますね。ここでのポイントはですね、この 3,4 小節の左手は結構右左と飛びます。なので飛ぶタイミングとしては 5,2,1,2 最後2番で弾いたら飛ぶと思ってください。今2番弾きましたよね。そしたら飛んで5番の小指を C に持ってくると。はい、2番最後弾いたら今度5番でまたここのレに飛ぶと。こうですね。で最後はこのまま1番をレのシャープに持ってきて、はい、まあ、このようなイメージで、左手練習してみてください。では左手だけゆっくり3回練習してみましょう。ではいきます。
両手で合わせる練習ですが、ちょっとずつ練習していきましょう。ではまず右手左手ですね、3小節目の頭の最初の方だけやります。はい、ここまで練習しましょう。まず最初は一緒ですね。はい、次に左手が入ってその次が一緒ですね。右手左手、はい、次も一緒です。こうです。はい、まずはもうこれだけ、もうひたすら練習してください。もう先を急がないで、ちょっとずつできるようになってから次と練習していくようにしてください。まあ、この動画はですね、3、4小節も一気に練習するというよりも、この3小節目の前半の部分だけ、はい、まずは本当これだけです。ファーストステップというか、弾けるようになったという方、じゃあ次いきますね。はい、このパートいきます。では最初は右手左手同時ですね。はい、そして左手が1回入ってから次が一緒です。こうですね。ではいきます。はい、ここももうひたすら練習してください。じゃあここ弾けたという人は、じゃあ3小節目頭のところから今のところまでやってみましょう。いきます。こうですね。もう一回いきます。はい、では続きいきましょう。続き右手がレーファーと入りますよね。この時にもう左手はもうあっちのレ、あの遠くのレですに飛ぶと。こうですね。なのでここから練習し、ごめんなさい、2だから、ここの3番の中指と左手2番でファの、ここから練習してください。ここからこうですね、こうです。ここから入ります。なかなか難しいですよね。はい、じゃあここも何度か練習して、まあ、大丈夫かなっていう方は、この3小節目の頭からやっていきましょう。こうですね。はい、では最後いきます。まず右手左手が一緒ですね。こうです。そして左手だけもう一度レとレをバーンと弾きます。ここでですね、レレで曲調がぐっと締まるので、ここですね意識して練習してみてください。では最後にゆっくり3回練習しますが、先ほども皆さんにお伝えしたんですが、あんまりですね一気に練習してピアノを嫌いにならないでください。ちょっとずつコツコツ積み上げていって練習してみてください。ではゆっくり3回練習してみましょう。ではいきます。
今日やったパート弾けたという方、分かりやすかったという方はグッドボタンで教えてください。そして分かりにくかった弾けなかったという方はバッドボタンでですね教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。